おう、兄弟。おう。例のあれ、持ってきたんやろな。ああ。まがいもんは一切なし。堂島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして、36発発射できる。36発か。相手は上野義治と、その場にいる清和会の連中全員。こないなとこ呼び出して、何のつもりなんすか。柴田。単刀直入に言います。今日の上野義治の襲撃、真島さん、行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日、出所直後の上野義治を都内のラーメン屋で襲う。そういう計画ですよね。実はあの計画、ちょっと問題がありましてね。予定を変更させてもらうことになりました。このまま襲撃に向かえば、堂島組長、いや島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。兄弟はもう向かってんねや。じゃあ俺はどうしたらいいんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟裏切れっちゅんか。このまま見殺しにせえっちゅんか。落ち着いて、落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構わへん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるせえ、関係ないわ。こっちはそないなもん、とっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、柴田。失望したで、真島。島野の親父。極道にとって親の命令は絶対。お前やったらそんくらい分かっとると思っとったがな。親父、兄弟は、冴島はどうなったんですか。教えてください、親父。道を外した極道の行き着く先がこの穴蔵や。あ、親父。安心せえ、別に殺しはせん。せやけど、ここにぶち込まれた奴はみんな殺してくれって泣いて頼むわ。なんでやろな。親父、兄弟は教えてください、親父。
ください。ああ、とりあえずてめえ殴るわ。やるんか。
やって？Thank you.
うん。
な。何やって？そうです。いえ。せや。ありがとうございました。
っしゃいませ。いらっしゃいませ。
とそこな。殺すぞ、ほら。やるんか。支配人、お電話です。あの、オーナーだって言ってるんですけど。分かった。何の用や。お疲れさん、お前ちょっと今から出られねえか。な、いやさ、お前と飲みたくなってよ。どういう風の吹き回しや。あいにくあんたと酒飲むくらいなら自分のしょんべんのやめとけ。あんまりうまいもんじゃねえぞ。店は下の連中に任せとけば一日ぐらいはなんとかなんだろう。俺は明日場公園で待ってる。おい、オーナーからの呼び出しや。いつ戻れるかわからんから、あと頼んだで。わかりました。主任にも伝えておきます。すまんの。
っと。おい、お前、あいつ食うから金出せ。なんなんや。ありがとうございました。何やって？
くんだ。おう、こないなとこに呼び出して何の用や。そう構えるなって。お前と飲みたいだけって言ったじゃねえか。ほら座れよ。何にせよまずは一杯やってからだ。大将、こいつにも適当に見繕ってやって。へい。こんなご時世だ、10万するフグの解析だの、100グラム1万の松坂牛だのなんだの、高えもんはあらかた食ったけど、こんなボロい屋台の80円の大根が一番うめえ。金ってのは一体何なんだろうな。お、なんだよ、最初の一杯きり全然飲んでねえじゃねえか。あんたが横におって気持ちを飲めるか。もう2年にもなるか、お前との付き合いも。なのにそういう反抗的なとこは変わんねえな。あの島野の兄弟がなんでお前みたいなやつを生かしておいてるんだか。まあわけわかんねえよな。極道の世界で破門、絶縁、その辺ならまだいいが、お前は穴ぐらいきっていうその最悪のケースを踏んじまう。だが穴蔵での拷問に1年間も耐え抜いたお前、耐えたお前のたくさも信じられねえけど、何より。だが島野がお前を許したかといえばそうでもない。穴蔵から出たお前は破門も絶縁もされずに、そして大門違いの兄弟分である俺にお前を預け、武闘派と呼ばれる島野がなんでそんなに回りくどいことをしているのか、やつの目的さあ。案外理由は単純で、ただ単にお前のケツの味が忘れられないだけなのかもしれねえな。なんだよ、つまんねえやつだな。そうだ、一つ、なんでお前そんなに登場会に戻りてんだ。お前みてえな跳ねっ返りがこんな場所。冴島大河だっけか。お前が登場会にいた時の兄弟分だっけ。そいつのためって言ってたよな。
18人殺しの冴島大軍か。東条会と敵対していた地元組織上野清和会の会合に単身襲撃、結果相手組員18人を射殺した。東条会の生ける伝説、こっちでも随分話題になったけど、その冴島も今や無所の中、18人もやったんだ。あとは死刑判決なのに、お前はそいつのために東条会への復帰を望んでいる。そこが分かんねえんだ。兄弟は塀の中で死ぬような弾やない。あいつは必ず戻ってくる。俺を殺しにな。殺しに？いや、何でもない。もう過去の話や。とにかく俺はどんな目に遭おうが、どんな屈辱に遭おうが、東条会でのし上がらなあかんねや。はあ、なるほどね。そうやって帰ってくるはずもない兄弟分の帰りを待ち続けてるってわけか。東条会に戻って冴島が戻ってきた時の席を用意する必要があるっつ。あんたには関係あらへん。まあ俺も大門違いとはいえ、島野の兄弟には仲良くさせてもらってるからな。でもまあ俺だったら自分の人生の全てを捨ててまで。お前もいい大人なんだ。もっと器用に立ち回ってもいいんじゃないのか。まあいいや、お前が俺に言われて素直に入って言わない男なんだ。お前、人を一人殺せるか。殺し？ああ、そうだ。なんで俺がそんなことを言ったじゃねえか。極道に戻れるなら何でもやるってよ。そないなことせんでも俺は店の売り上げ。オデッセイから望みを引き抜いてか。もう知っとんのか。けどさ、もし俺がオデッセイに連絡すりゃその話今からでも。なんやと。まあつまりお前、金儲けさせた上に人殺しまで。どっちも大事なことなんだよ、俺にとってもお前にとっても。誰をやればいいんや。牧村誠、聞いたことないか。誰やそれ。知らないか。最近蒼天堀で荒稼ぎしてる売春組織の。売春。牧村はそこらの女子大生やら若い女を捕まえては稼がせて、その上がりを吸い上げてる。その上組織から逃げ出そうもんなら見せしめに赤ん坊の産めねえ体にされるってよ。相手がクズでよかったな。やりやすくなっただろ。その牧村って男はどこにおるん。それを調べるのも仕事のうちだ。牧村は女たちに。テレクラで牧村の息のかかった女を探す。仕事の期限は2日だ。それまでに的を仕留めろ。もしそれを超えた場合、今度はお前が狙われる立場になる。いいな。そら楽しみな。殺しの方法はお前に任せる。仕事を終えたらこの番号へかけろ。分かった。真島ちゃん、最後に確認しとくぞ。殺しに人数や相手は関係ねえ。1人殺そうが18人殺そうが、成人を殺そうがクズを殺そうが、人殺しは人殺し。やった瞬間、真っ当な人生には二度と戻れなくなる。街を歩こうが家にいようが、人を殺したっていう記憶が頭から離れなくなる。極道の先輩として忠告しておくけど、殺しなんてやらないで済むならその方がいい。でもお前はてめえの。うるさいわ。どっちみち人の一人殺せんやつは極道として。そうか。ごちそうさん。こいつの分もこれで。
あとは好きに飲んでくれ。あ、ガンもうまいぞ。食っとけ。じゃあ頼んだよ。牧村誠。あの、やって、Yeah.